じゃあ、こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。暑い。まあ、気温も暑くなってきましたけど。いい天気になってきたな。そうですよ。急にだな。急に、もう4月、5月並みの気温になりましたからね。なんか、こう、楽しむ時間がないよね。なんかこうね。ちょっと朝は肌寒いかな。あ、日中はこういいなって、あ、ちょっと夜だなみたいな、ちょっと冷えてきたかなみたいな、ないよね。ないですよ、いきなり本格いきなり本数だもん。あ、もうそうですよ、そうですよ。暑いといえば、はい、今巨人のレフト争いが非常に暑いです。そうそうこの気温上昇とともにまあ確かにな、はい、まあ言えば空いてるポジションはそこしかないみたいなさ。まあセンターともうライトはもうちょっとほぼ決まってる。でもね、巨人を見渡すとやっぱ門脇、はい、なんとか使いたいなみたいな、なんかそんな感じが出てきてるよね。セカンドでも使ってみたりだとかさ、ね、今オープン戦ね、すごいいいですし、成績決まってるとはいえ、ね、だからいろんなポジションで激しいよね。そうですね、特に巨人はそうです、ね。まあ、その中でレフトだよ。そうなんです。誰でもいいんだけどさレフトといえば、やっぱりウォーカー、はい、でウォーカー一部上がってきました。そうだね。それから今年巨人に戻ってきた長野選手。ああ、長野もいいね。長野選手もすごくいいんですよ、はい。そして、豊さんの後輩梶谷選手も今調整始めてます。まあまあね、はい、梶谷が万全だったらっていうふうに思うよね、うん、はい、はい。そして中でも今一番有力士というか絶好調なのがオコエ瑠偉選手。そうなんですよ。実はですね、まあ、今日、3月の11日現在なんですけれども、これまで紅白戦を含め実戦10試合に出場して打率4割4分4盗塁ということで、このオープン戦の打率12球団トップです。4割今首位打者、首位打者にいます。お前もう一人忘れてませんかっていう人がいる。ん？松原。そうだ、サポートメンバーだった。そうだ、松原忘れてやんなよお前、かわいそうに。いや、そうですよね。別に手伝いで動いてるわけじゃないんだからね。手伝いじゃない、ずっとサポートサポートだ。サポートの時にいいヒットも打ちましたから、ね、いや、いいヒットも打ってるし、戻ってきても一生懸命頑張ってるからさ、いい刺激になってるし、ちょっと仲間に名前入れてあげて。もちろんです、松原選手。松原、はい。だ、一時期レギュラーを取ろうかって言った時もあったわけだから。そうですよ、ね、成績を残して、はい、で亀井が引退する時に、亀井にお前はもっと頭使えって言われておかしくなったんだから使おうと思ったらくるちゃん、もうおかしくなっちゃったんだよね。そうそうそう、ショートしちゃった。あ、でも今年はなんかね、やってくれそうな感じもしますけど、ね。まあ、感じはあるよね。まあ、もともとやっぱこう、まあ、試合が始まったら何かしてくれるっていうかね、はい。まあ、そういうタイプの外野手だからさ、うん、機動力ありますしね。ただお声がいいな。これまでその楽天でまくすぶっていたというか、なかなか成績残せず、やっぱこのチームが変わって巨人というチームに来たっていうことがまず大きいんですか、この成績今。まあ大きいんじゃないの。まあ、それとやっぱこう住む場所ってあるよね、はい、水に合う合わないってあると思うんだけど、やっぱあの子は東京の子でしょ。あ、そうですね、そうです、そうでしょ、はい、だからやっぱ東京が合うんじゃないの。あ、仙台がダメだとかそんなんじゃなくて、やっぱその生まれ育ったところで水が合うというかさ、はい、まあ、そういうところもあるし、まあ、巨人という球団の緊張感、はい、まあ、そういうものが非常にお声に合うのかもわからないし、うん、使ってくれるというね、はい、で、まあ、したらその現役ドラフトで、うん、首の皮一枚じゃないかって言われたような、はい、そんな感じの時もあったよね、うん。まあ、だけどそれで、まあ、彼も奮起して、はい、まあ、野球にた、まあ、向き合ってんのかなという、うん、まあ、そんな感じはするけどね。そうです、うん、バッティングに関してはその大久保コーチの指導で何か変わったとか。やっぱ変わってるだろうな、うんうん、変わってると思うし、まあ、それがどこかっていうのはさ、楽天の時にはあまり見れてないから、うん、ファームにいて。そうですね、うん、なんか詰まってたばっかりの印象しかないんだけどさ、うん、まあ、だけどなんかそれが詰まらなくなったというか、ポイントが前になってね、はい、まあ、そういうこともあるし、まあ、元々の能力っていうのはやっぱ身体的には高いものがあるよ。そうですね、そらね、走塁あいつが走り出したらね、うん、人は引きつけられるよ、うん、迫力あるもん、ランニングに、はい、だからいいところはあるんだよね。だからそれはバッティングが解消してくれるかどうか、バッティングで打てるようになってくると、そういうこともたくさん見れるし、はい、まあ、アピールポイントがどん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 増えていくよね。そうですよね。でもウォーカーの昨年の20本以上、はい、そりゃ捨てがたいよ。いや、そうですよ。だからまあ守備がな、
そうですね、あれだけどね、コーチと二人三脚っていう、うまくなったって言ってもさ、プロのレベルではないよね、まだね、はい、うん、まあ、確かに前よりは全然うまくなってるけどさ、はい、やっぱ守備固めのいる選手だよね。そうですよね、うん、やっぱ長野がいいんだよね、はい、だから一番バッターが、うん、まあ、外国人にして、ブリンソン、うん、ブリンソンして、はい、2番に丸を置いたりとか、おお、はい、すると3番に長野とか、おお、新しい打順ですね。監督に聞かれたよ、長野も、おめえさんはよ、おめえさん、そうですね、おめえさんは何番打ちたいんだって、ね、とか刺されちゃって、いや、打ちたいとかって、いや、打つとしたら何番が好きなんだって、おめえさんはって聞かれたら、長野はっきり言った方がいいぞって言ったら、3番ですとか言って、やっぱ3番好きなんだよ。で練習試合とか紅白戦とか、はい、オープン戦でも3番使ったりとかしてるけどね、はい、だけど監督はやっぱこう長野というのは安定感あるからさ、はい、卒がないし、うん、だからそういう意味では使うときは3番で使おうと か、 おか長野の力はすごく買ってるよね。あ、そうなんですね、うん、だからまあ長野もある。ただやっぱベテランだから全試合っていうことにならないじゃん、はい、だからまあそこら辺だよね。そうですよね。あとは梶谷。そうです、梶谷選手、まあ、梶谷が元気でいればさ、はい、それは一番本来はレフト梶谷でも全然いいしさ、はい、まだ見たことがないので。何がその一番梶谷選手っていうのはあまり巨人、まあ来た当初は一番梶谷を打ったりとかしてたけどね、はい、うん、まあ、すぐ腰、そうですね、故障、故障、ね、もう本当頼むよ故障だらけだから。そうですね、まあまあ治ってきたらね、うん、まあ、ポテンシャルは持ってる人間だからさ。でもどうですか、梶谷選手開幕ドンではなくちょっと時期が遅くなってから出てくるっていう、まあ可能性はある、ね、ありますよね、はいはい、あとは松原だ、はい、松原選手はもう一番でも下位でもどこでもなんかこうやってくれそうな気がするんですけれども、まあ、どこでもやるよね多分、うんうん、でもやってくれそうというよりはやらざるを得ないからあと頭使えそうそう頭使えない、まあ、使えなくていいから本能でいけみたいな本能で、そうです。いやいや本当に、うん、もうね本能があればいいよ、うん、彼は松原選手がやっぱその監督だったり亀井コーチから頭を使うっていうのは打席で例えば相手ピッチャーの配球だったりとかこういう場面はこういう音をあれで打たなきゃいけないよ、まあ、まあ だね、そういうことなんですか。まあ、まあそれもあるだろうね、うん、まあ、いろんなところでそうなんだろうけどもさ、うん、もう少し楽にできるよっていうことを伝えたかったんだろうね、うん、考え方一つでなんかすごく野球も楽しく楽になるよみたいな、うん、なんでそんなに苦しんでんのみたいな、うん、そういうところが見受けられたんじゃないの。そうです、ね、そうそうそう、まあ、松原なんかやっぱ能力高いしね、うんうん、だからもったいないよね。そうですよね。そうそうそう、うん、まあ、使われるようにねこう頑張ればいいなというふうには思うけどね。そうですよね、うん、まあ、この今上がった5人、まあ、5人それぞれでレフトに入ってくるとその打順というか打線の内容も変わってきますよ。いや全然違うよ。例えばオコエ選手がじゃあレフトについたとなると、まあ、一番で使いたいよね。うん、ウォーカーだったら6番とか、うん、6番、はい、まあ、3番でもいいけどね、まあ、松原とかは、まあ、1、2番とか、うん、まあ、下位とか、ね、はい、まあ、長野は3番。そうですね、3番好きだから好きだからね。関西だったら1、まあ、1、3ぐらい、うん、まあ、1、2、3のどれがでいいんだよ、うん、だから誰が出てくるかによって打順も変わってくるしね、はい、監督の中では誰なんだろうね。湯田さんが想像するにどう、まあ、誰だと思います、監督の中では。まだお声っていうのは緊張感を持ってやってるけども、うん、これが続けばいいけどね。そうです、続けばやっぱり一番固定で使いたいような選手だよね、うん、巨人の野球はウォーカーかなって思うよね、ホームランが打てる、ああそこですね、うん、で守備固めをお声のしとくとかさ、うん、まあ、そんな感じになると松原がいなくなっちゃう。そうですよ、頼むよ松原みたいなそうですよね、松原が多いので、まあね、まあまあでも、うん、本当にあの誰がわからないぐらいのいい争いになってると思うよね、うん、そうですよね、うん、あの奥井選手は一軍でフルで出たことってまだないですよね。ない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 、だからまあ未知数というか、でもスタミナもありそうだからな。あ、そうですね、あ、うん、まあでも表情も明るくやってたしな、キャンプであったけど、うん、1年目一番最初にインタビューしたのは俺なんだよ。あ、
楽天の時の1年前です。もう可愛くてな、頑張りますとかこんなのって首振っちゃって若い時ですよね、うん、いつ出てくんだよみたいな、もうみんなそんな感じだったんですね。まあまあだけど、まあ、いい球団にね入ったと思うよ本当に。そうですね、うん、だからやっぱ運はあるんだよ。ありますね、お声は。なんかやんちゃな選手が巨人来ると構成するんだよ構成とか中田選手も今そうそうそうね絶好調ですし、大越選手もそうそうそう、うん、なんか、まあ、野球と向き合う時間が長くなるんじゃないのかなと思うよ、うん、巨人に入るとね。そうですね、うん、やっぱ競争にも勝っていかなきゃいけないし、うん、まあ、いい選手がいるし、はい、まあ、見本になるような選手もいるしね、うん、まあ、伝統もそうだし、うん、まあ、すごく緊張感が長続きするんじゃないの巨人もね。ね、そんな感じしますよね。そうだね、はい、さあこのねレフト争い一体ね開幕スタメンつかみたいのは、はい、本当な誰なのか。開幕スタメンこうラインナップ並べたいよね。あ、それも、ね、やらない、ね、やらないとな。やらないとですよ、これの開幕スタメンオーダー。そうですよ、豊さん大変ですけどね、考えるの大変なの。12球団って何人になるの。セットパでまた人数違いますからね、8球で18、まあ、900人ちょっとだろうな。そんな、あ、違うか、90人か100人しました。あ、そうだな、はい、それは大変だな。ちょっとあの春の暖かさで、そうだ、ぼーっとしてるから、ね、はい、はい。